皆さんどうもこんにちは、中町あやのモーニングルーティーンへようこそ。ということでですね、今回は私のモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。私はですね、基本アラームはかけません。ストレスフリーということでですね、ストレスを与えたないためにアラームは人生で一度もかけたことはございません。はい、私はパッと起きてこう何かに追われてるような感じで起きることが多いですね。はい。あ、ここモザイクお願いします。スタッフお願いします。飛ばさないでください。ボタって感じでですね、はい、私のモーニングティー、はい、何でしょうか。はい、私はまずですね、起きたすぐにゴキブリがいないか確認いたします。そうですね、私はゴキブリが本当に世界で一番嫌いなので、起きたらすぐ確認します。今日はいなかったみたいです。よかったですね、中町あやさん。はい、そしたら即隣の部屋に行って、外の空気を吸いたいということでですね、私は毎朝こう庭に出て、庭っていうんでしょうか、はいはい、ラジオ体操をします。伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。はい、ということでこんな感じで私の一日は始まり、終わったらすぐ兄の部屋を覗いてみますが、何も見えません。はい、そしたらラジオ体操が終わったらですね、私はすぐに行う行動がございます。次をご覧ください。はい、私は手をすぐに洗います。はい、今のご時世コロナウイルスが本当に怖いのですので、ね、ちょっとでも外に出たらすぐ手を洗うようにしています。私は基本ですね、石鹸つけてゴシゴシして、まあ、軽く1時間程度はこうゴシゴシ洗いますね。本当にコロナウイルスってすごい怖いものなので、1時間は絶対手を洗うようにしています。1時間後ですね、すいません。そしたらもう全身にアルコールをかけて除去します。そしたらですね、口が臭いということで、うがいを一回してみました。普段はしてません。そして私はですね、水を一気飲みします。これは毎日本当にしてますね。吐きそうになりながら毎日朝起きたら一気に水を飲みます。頑張れ、皆さんも頑張れと応援してあげてください。Thank you.
失礼いたしました。危なかったです。はい、どうした？どうしたの？セーフ、セーフ。はい、そしたらリビングに向かいます。はい、うさぎの小屋の中に入ってみて、あの気持ちを確認し合います。愛し合ってます。くそ。そしたら朝ごはんを食べていきます。私はですね、前まであの卵かけご飯しか食べてなかったんですよ。一年中ずっと朝ごはん。そしたらですね、飽きてしまってですね、最近はあのフルーツと脂肪燃焼スープを自分で作ったので、それを食べています。はい、田中みな実に見えてしまったらすいません。はい、でも田中みな実だと自分も思って朝ごはんをこう食べていますね。あのでもこの朝ごはんにし始めたのは昨日からですね。はい、一昨日までは卵かけご飯しか食べてませんでした。はい、温まったのでこんな感じ。あのローラさんの犬の餌よりも多分餌みたいな感じで見えると思うんですけど、これは犬の餌じゃないですよって言ってます。そしたら朝ごはんを食べていきます。どうですか？そろそろ田中みな実に見えてきたんじゃないんでしょうか。なんか横からね、目線が感じるんですよ。そう、こうやっていつも見てくるんですよ、この方。失礼いたしました。ちょっと痰が詰まっちゃってごめんなさい。ということで、果物ももりもり食べていきます。イエイイエイ。はい、食べ終わったらしっかり水につけて、今日もお母さんに褒められたいと思います。そしたらですね、ウサギにリンゴをあげていきます。この子ね、ウサギってあの意外と人参嫌いなんですよ。あのこの方はリンゴかバナナしか食べません。果物は本当に私みたいにわがままなんです。はい、一生懐いてくれません私に。それではここから ASMR をぜひお楽しみください。いらないの？あれ、いらないのって思ってたら、まだいるよね。まだいるよね。かわいい、くちゃくちゃのかわいいですね。ウサギだと許される、私がやったら殺されます。この姿超好きなんです。わかります？このピロピロピロって手をやるの超可愛くないですか？これ可愛いね、あんたね。今日も可愛い。はい、そしたら歯磨きをします。今日はですね、基本2時間ぐらいしますね。2時間は軽くいつもしちゃってます。これ2時間早送りしてます。失礼いたします。
私は朝はですね、基本水でしか洗えません。なぜなら、めんどくさいからですね。はい、メガネかけて OK。 そしたら部屋に戻ります。1リットルのね、水を毎日持ち歩いてます。そしてこっからは私の時間ですね。テレビで YouTube を開きます。そしたら混沌さんをですね、私は毎日調べて見てるんですけど、今日はの混沌さん個人的に好きなシーンを見てみたいと思います。以上、私のモーニングルーティーンでした。ありがとうございました。